96 Tokyo, 83.0 Kobu. Yes, come on! Let's get it, go! We are FM Fuji. こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい。お願いします。今日は中田さんはライブでちょっと遅れるということで。うん、そうですね。はい。はいはいはい。そうなりますけれども。遅れてね。そうですね。後から来ますけれど。外なんなんこの人たちは。じゃあ、すげえいっぱい。RP、厳選された RP ファンってこと？そう。濃厚な、凝縮された。いや、クリスマスライブ落ちた人たちじゃないの、ただ。いや、違う。違います。だからライブ蹴って、うん、こっちのもう公開生を選ぶよって言って。うわぁ、偉いね、みんな。来てくれた方々。あら、そうなんすね。うん、嬉しいじゃないですか。精鋭たちですから。精鋭たちが。うん、ねえ、せっかく中田さんいないですからね。うん。ねえ。普段できない話もね。そうそうそう。言ったらできますよね。うん、別に、俺ら、中田がいない時に闇雲にじゃあ下ネタ喋るのかって言ったらそうじゃないですからね。そうじゃない。そうそうそう、ね、別に。はいはい。ちょっとこれメールじゃいって、うん。ラジオネーム、なにわのロッキー。今日は乃木坂46のライブで遅れて登場するかなさん。うん、そしてアシスタントが遅れてくる回といえば恒例の医学のお話です、うん。過去の放送を振り返ってみると、2014年5月30日。何も考えていない時にギンギンにおったつ話、うん、2014年12月12日男の潮吹きからの気づいたら反勃期、2015年12月18日涙の卒業、おすすめのセクシー女優と引退について、うん、などと医学の話題が盛りだくさん、うん、中田さんになって初めての医学の放送、今から震えが止まりませんというね、うん、そう、中田さんがね、こういうライブなんかで少し遅刻しますなんていう時は、うん、医学のお話を中心に、そうですね。こちらの番組をお届けしておりますから。はい。うん。まあちょっと、ドイツ寄りのお話になっちゃうこともあるのかな、まあ、だから。難しい話になって、もしかしたらついてこれない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど。うん、そうですね。どうですか、最近、なんかあります？おすすめの、こう、気になるとか。気になる、こう？だから、最近さ、はい、だから。最近何見たか。うん、ああ、お嬢？お嬢とか、まあ、おすすめ嬢？企画とか、企画、うん。俺最近さ、多分5週ぐらい回って、想像に行っちゃってっからさ、うわイマジネーション?5 週目っすか ?5 週目なんじゃない多分。5週目か。38になったじゃん。はい。で、だいたい想像ってだいたい小学生後半から中学生あたりかけて、うん、で、高校生ぐらいに入ると、やっぱりその、目で視覚で。うん、はい。っていうところに入り込んでいくと思うんだけど、今想像なんだよね。ああ、すげえ。うん。想像で、想像の中でもね、特にね、なんか、この、工夫された物珍しい想像じゃないのよ。シンプルに。あとは、自分が今まで経験してきたことを頭の中で再上映する。ああ。っていう形なんだよね。あ、すごい。想像でも5週生まれとそこまで行くんですね、じゃあ。うん。はあ、俺最近ちょっとエロ本買おう。行ってみようかな、ちょっと。なるほどね。なるほど。それでは4週だよね。いや、もうだ、そっか、うん。もう4週目の本ってもう行ってますよ。いや、だと思うよ。俺もだから本の時あって、あとは、漫画本の時あったしね。あー。はい、はい。漫画本今まで経営してくれたけど、こんなんだったんだ、ごめんごめんっていう時もあったし。はい、ありますね。うん。漫画本もいいもんな。うん。でも俺、マッサージってからやっぱマッサージの企画はやっぱちょっと。マッサージものね。どっちでもいいんですよ。だから女の人のエステタイプのマッサージもいいし、男の人がマッサージするタイプで徐々にそうなっていくっていうのも。はいはいはい、はい。あ、じゃあ、女かける女のマッサージはまだ行ってないんだね。すげえ。うん。あ、いいよ、全然全然。5歳差あるから。俺らは。こんな差出るもんなんですね、5歳差って。あの差は如実に出るよ。うーわ。うん、だから別に俺のことを尊敬する必要もないし。いや、すげえわ。そこでまた5歳差出てくんだな。女かける女っていうのはあるよ。ああ、うん、そこまで生ききれてねえな、俺多分。うん、うん、うん。まだまだっすね、うん、じゃあ。俺も33の時はまだだったもん。男かける女だからね。こっからっすか。こっからじゃない？うん。あとはでも自分の道見つけてさ、はい、歩んでいくだけなんじゃない？ああ。これ決してその道が一緒である必要もないしね。だから、コンビっていうところもあるし、まあまあねうん、別な方向をね、見て歩いたって構わないんだから、うん、で、その方向に歩いていく中で見つけた美しい風景をお互い紹介し合えるのが理想的なコンビじゃない？確かに。うん。確かに。うわ、そっか。ちょっと難しい話してるなぁ。ついてこれてんのかなみたいな。そうだね。ちょっと今日はふるいに落としちゃう回かもしれないね。医学の、うん、ラジオネームパッカーズ。おすすめの医学の教科書ありますか？
教科書ね。俺デラベッピンはやっぱり。デラベッピンか。うん。は結構教材としてはかなりの、うん、あれですけどね。俺はね、うん、ガチの医学の教科書。行き切ってんだもん。まっすぐで真正面だからこそ。だから NHK で出てくる水着とか、うん、そういう感覚かもね。向こうはその気ないのにっていう。あ、うん、あ、それわかる。向こうでその気満々だとね、うん、ちょっとね、一歩引いちゃうところがあるから。確かに。うん、ラジオネームラッコフェスティバル。僕は最近は、おすすめお嬢を通り越して、うん、風俗嬢のブログを毎日チェックしています。これがなかなかオツです。うん、なるほど、ね。あの、プロフィール写真とかね。はい、ああ、いいっすよね。あの、目隠したり、口隠したり。今、動画もあるとこありますからね。あ、はい、なるほど。あ、そういうのあるんだ。あります、あります。動画もあります。あ、ちょっとなんか喋ってね、あ、なんとかです。そうです。お店に遊びに来てください。顔ギリギリまで映すみたいな。あれもなかなかいいっすよ。俺は、その、乗写真の下に、オプション、うん、OK オプションが、はい、丸とか。そう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 。はいはいはい、あれの、うん、丸で、あ、こいつこういうことをオプションでできるんだじゃなくて、うん、何を NG にしてるかで、俺結構高まるね。あ、OK どころじゃなくて。そう。ペケのとこ。そう。キスダメなんだとか、あ、これ嫌なんだな。これ嫌なんだなって。嫌だってことは、一回なんかで経験して嫌だったんだろうな。あとは、もしくはプライベートで大切にしたい部分なんだろうなっていうので。奥行きがやっぱ出るよな、確かに。それで高まるね。あ、うん、それも確かにいいな。OK しちゃってるってことは、その部分においてはもうズブズブってことじゃん。うん、そこ恥じらいはないはずだもんね。あの、やっぱ聖域。うん、その子にとっての聖域、うん、私はここを OK にしてるけどここはダメなんだよっていう、うんうん、大切にしてるもの、宝物、その子にとってのお嬢にとっての宝物を見させていただく、うん、あ、うん、その感覚、見させていただくっていう感覚、そう、それぞれプロフィールでタダなんだから、お嬢の宝物をタダで見させていただいてる。そうだよな、うん、すげえことだわ。ラジオネームゴゴンゴンゴゴン。僕は医学部を志望している学生です。3浪目なのですが、うん、受験前に聞くこのラジオが毎回テストに出るのでありがたいです。うん、これからもこのような放送を楽しみにしております。うん、あ、そっか。医学部の学生もね、放送大学みたいなことですからね。いや、でも、そうそうそう、そう。この回、スペシャル回は。一緒。ほんと一緒ですもんね。放送大学の医学。うん、医学。皆さんこんばんは。声小さめな。あのトーン。うんうん、ラジオネーム銀髪。中田来るまで西呼ぼうぜ。あいつどうせ暇だね。西さんね。西さんね。最強。最強の代打だからな、うん、西さんは。老名士だよ。老名士ですよ、うん、巨人の。出ればホームランのね。タイトルコール行きましょうか。行きますか。とりあえず。ゆっくりと。はい。はんなりと行きましょう。はんなり行きましょう。それでは行きましょう。アルコ&ピースの沈黙の金曜日。Ladies and gentlemen, welcome to this program. It's showtime. 改めまして、アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。よろしくお願いします。まあ、ライブのことも一応触れていきますか。ラジオネーム、グローバルニート。アルピーのお二人こんばんは。読まれれば初です、うん、僕は12月7日の乃木坂46アンダーメンバークリスマスライブに参加しました。事前に酒井さんのインスタに投稿したところ、酒井さんもいらっしゃったようですね、うんうん、僕はそこで驚いたことがあります、うん、あのドープネス中田さん、いや中田香菜さんがセンターポジションに何度も立ち、間のトークコーナーでも進行役に回っているではありませんか。こんな姿チンキンでは見たことがありません、うん、もしかしたらチンキンでの中田さんは本性をまださらけ出していないのかもしれません、うん、つまりもしかしたら、どしもネタ大好きアイドルなのかもしれません、うん、今日遅れてきたらそこの確認必須だと思われますが、うん、いかがでしょうか、うん、僕も気になって眠れません。中田悲しか。酒井行けたんだもんね、ライブね。僕は、なかったから途中で抜けました。あ、そっかそっか、そうだよね、うん、器用にやってましたよ。そうだよ、長島しかり中田しかり、ここ外れると器用に喋るんだよね。何なんだろうね、あいつらね、本当にだ、舐めてんじゃね。舐めてんのかな。そう、舐めてんだよ。そうだよな、舐めてるしか言いようねえもんな、こいつら。本当に結構ハキハキさ、楽しそうにやるわけじゃん。うんうん、
あの天気予報読めないなんてことないよ。ないない。もっと長くてもっと難しいことスラスラーってしかもアドリブで言ったりとかね。本当感心するぐらいやっぱすごいもんね。うん。なるほど。武道館でやるってやっぱすごいよね。すごいよ。すごいな。傾斜がすごいんだから。うん。ねえ、ね、武道館は、うん、他のとこに比べるとね。うん。いや本当にそうだよ、ね、うん、すげえな、すげえ、なんか乃木坂の曲に合わせたみたいな感じで傾斜するそういうわけじゃないですからね。ラジオネームテンガロンハット、アルピーさん、今晩はパイ州が遅刻するということで、うん、来る前に読んでいただけると幸いです、はい、2016年12月4日のアイドルプラネットのインタビューで、うん、中田かなこんなことを言っていました、うん、今年自分の中で大きかった出来事はという問いに、ラジオが始まってからめっちゃ楽しかったんです。今はもう毎週金曜日が待ち遠しくて素で喋れています。ライブや土曜日に握手会があっても好きな仕事だから全然大変ではないんです。中田いいやつだなと思ったら、最後に1週間に1日も仕事がないことがなくなりました。毎週レギュラーってありがたいな。金目当てだったらしいですね金目当て金目当てそんなギャラのそんな莫大なギャラもらってないから、もらってねえもらってねえと思うわ。いやでも最近なんか花ちゃん吹っ切れてる感じするもん、なんか面白いっていうかね。まあまあでも毎週やっぱり2時間喋るか喋んないかはでかいからね。ああそっか、すげえなと思うんだよね、中田かな最近。ラジオネーム、カンパチ太郎、今日僕はアンダーライブに行かないのではなく、チンキンを聞きたかったから応募しなかっただけです、うん、でもなぜか涙が止まりません。なるほどねえ、どっからの涙かわかんないですけどね。そうですね、かあこういうやつもいいんだな。白濁としたね、来てんのかな。あ、中田かな、一筋とろりと流れる涙がね、とろりとね。ラジオネームラリーカのあっちゃん、生放送5分前にアンダー公演が終了しました、うん、寺田ランゼマジ可愛かったっす。今向かってんのかな。だからもう、ね、じゃあ車の中で聞きながら来てる可能性もありますから。もしかしたらそうですね、うん、はいはいはい。とりあえずテーマ発表しましょうか。はいはいはい、はい、今日のテーマこれいきますか。あ、これじゃなくて、はい、どれいきましょう。あ、中田かなが、うん、いないうちににします。あ、いないうちにこれ喋っといてよとか、うん、これ伝えたいよとか、うん、うん、そうしましょうか。なかなかできないから。そう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 、そうですね、お願い皆さん送ってください。アドレスは apn@fmfuji.jp です。この番組ではツイキャスで配信しております。配信するのはマイクの音声のみです。曲が流れている間は音が出ませんのでご注意ください、はい。まあ、中田が来た時のちょっと切り替えのメールみたいなのもちょっと、ね、それも、うん、必要。そうですね、そうだよ、すぐ切り替えないと、うん、やべえ話したらやべえから、そうそう、詰まった変な感じになるかな、うん。さあ、そしてゲストも登場します。はい、今夜はディッシュをお迎えいたします。はい、ということで沈黙の金曜日は11時までの生放送です。曲いきましょう。乃木坂46、中田帰ってこい、ハウス。ラコユウキと乃木坂46の中田かなでお送りしている沈黙の金曜日。あれ誰だ、あれ誰だ、これ誰誰、お前誰だ。今野義雄です。今野義雄さんがついに、すいません、すいません、偉い人いじんじゃねえよ。アルコ&ピースの坂井健太とジャングルポケットのおたけでお送りしている沈黙の金曜日。楽な仕事じゃないのじゃないですからね、ね、うん、おたけさんね、おたけ。ラジオネーム銀髪、医学の話感動しました、うん、ちょっと体験してきます。おお、ね、うん、感銘受けてる方いっぱいいますね。そうだね、俺なんかやっぱり現場行かない人だからね。ああ、うん、あ、そうですよね。だから偉そうに語れないのよ、現場知らねえ人間がさ。そっか、データだけでああだこうだ言ってる人間が。でもその分イマジネーション強いからね。それもまたそれはすごい、やっぱすごいですもんね、うん、イマジネーションやっぱ全てだったりするじゃないですか。そうだね、そうだね、うん、現場行っても結局最後はイマジネーションの時もあるしね、うんうんうん、あれすごいよね。そうですね、うん。ラジオネームトルティーヤ、今母親と父親と聞いています、うん、医学お前何聞いてんだよと言われました、うん、イヤホンつけます、うん、うん、そうね、ちょっと
おっちゃん母ちゃんとかね、ちょっとむずいのかな、ここ話は。もしかしたらだから現代医学だよね、うん、そうね、うん、また現代でもっと先の、そう、お父さんお母さん世代で分かんないような今医学の話を、現代先走り医学、うん、ラジオでもギンギンしてんじゃねえよ。私は医者です、うん、平子さんの包皮の蛇腹理論に影響を受け医者になりました。今回も会議室でカンファレンスをしながら同僚と聞き入ってます。 ありがたい。あ、すごいです ね。いや、それ、まあ、昔喋ったよね、うん、そうだよね、そのあ、そっか、だなんだっけ、体の中のそのシワになる部分ってやっぱり伸びる部分で、うん、伸びなきゃいけない部分であってさ、はいはいはい、です本当にでも感動したよ、うん、なんでかな、あんなシワシワなのかってさ、うん、やっぱり寒い日には、うん、あの体に近づくようにぐっと縮こまってさ、うん、体温を得るんだよね、うん、で暑い時にはその体温からさらに逃げるためにダラーっとだらしなく垂れるわけだよね。だからこそシワがあって、うん、で蛇腹はおそらくそこからできてるし、いや、そうですね、うん、これは本当学会でも発表されたんでしたっけ、うん、はね、一応その蛇の腹って書くじゃん、蛇腹って、はいはい、本当に蛇の腹かいってヒントを得たのは、うん、そうね、うん、袋腹だったんじゃないのかいって、手よく何かをね、そうごまかすために蛇腹にしたんじゃねえのかなって俺は思ってるよ。確かにその可能性あるな、うん、本当に。そう袋腹じゃねえ、袋腹って地名ありそうだけどね。ありそう、袋腹三丁目とかにありそう、ね、ありそう、ありそう。特殊な、ね、方もいっぱいで、ラジオネーム三平、うん、おすすめの医学 DVD は僕の千釣り見てくださいシリーズです。単体では需要のないおばさんの絶妙な表情がたまりません。ぜひ。そう、おばさんが急にその部屋連れてこられたみたいな、あ、おばさんとかがちょっと本当出したらちょっと見てられないよっていう、あの表、あれもすごいんだよね、おばさんのリアクション ね、あの感じね、うん、ちょっとだけ息吹きかけてもらっていいですか。近い。すごい、ラジオネーム2012。僕が最近したアナーキーな医学ですが、あえて小さめのサイズのヒートテックを買って、ヒートテックのパツパツ感を股間で感じながら激しくスクワットを繰り返すことで股間の表面を人肌に温めることで疑似姿を味わっています。いやこれあのさ、俺らは遊びで医学語ってるから、うん、ガチ医学語られても困んだよ。これちょっとそうですね、うん、発令ちゃガチのやつだから、うん、今そういうのやってないから、今ガチの医学じゃんそれは、うん、本当に役立つ医学語られちゃってもさ遊びでやってるから、すげえな、特殊だな。そっか、なるほど、でもなるほどなって思うね。まあね、こすられて、だからもう年収2000万超えてる人はそれアンダーマーでやったりするんじゃない。ね、竹やつ買って、アンダーアーマーの締め付け強いやつすごそうだな。すごそうだね。ラジオネームゲルマニウムファンタジー。僕は教習所で見た女性がやっている人工呼吸の見本映像に異様なエロさを感じ、人工呼吸スペース画像や人工呼吸スペース外国人で調べまくってます。角度によってはめちゃくちゃエロいです。すごいですね、これ特殊だね、この人。そうだよね、だから人工呼吸、それだからハウツービデオでしょ。うん、俺まだ教習所行ったことないから。そうか、やるんだろうね。あるよね、なんかね、うん、でなんかちょっと映像で古めかしい映像なのかな、少し、あ、ちょっと時代がかってて、で妙に生真面目で、うんうん、編集もバツバツやってて、そうでちょっと地味系の女の子が、うん、真面目で地味そうな女の子が、うん、その人形に向かってふっとね息を吹き込むっていう、それがいいのか、うん、外国人っていうのはちょっと分かんないけどな、俺も、うん、ね、ちょっと飛ぶね、これ危ないよね、ちょっと外国人っていうのはちょっと危ないもんな、飛ぶね、うん、フランス系の方とかなのかな、人工呼吸誰がいいかって、俺フランス系の方になるのかな、芸能人だって誰が人工呼吸される側、俺が、はい、俺がされる側ね、される側全然変わってくるからね、そこへはっきりしてくんないと、する側される側で、うわ、誰だ、それそうだろう、される側、うん、される側ね、はい、される側、ね、うん、いや難しいぞ、人工呼吸だよね、うん、ああちょっと小一時間欲しいな、俺片瀬里乃さんとかいいかも、
なるほど、取られた形になるな、うんうん、片瀬里乃さんに人工呼吸されてーな、で生き返りて、あそのまま死んでもいいかもしれない。なるほどね、うん、俺そうなると吉田羊さんとかかな。ああ吉田羊さんいいわ、うん、吉田羊さんに人工呼吸、あ俺もそうだ、助かんなくていい俺、うん、人工吉田羊さんに人工呼吸されてしばらくされて、うんうん、ああダメかもねって、ああ、うん、それいいかもしんねえな、確かに、うん、ちょっとお姉さん系がいいよね、そう、うん、うん、であの髪を吸って、うん、あの託し上げて指で、うん、でああもうダメかもって言われたよ、ああいいね、俺に聞こえるか聞こえないかぐらいの声で、またする側だと変わってくるもんね、変わってくる、する側は全然違うもんな、足立由美さんかな、ああするんだろうなどういう状況だ足立由美さん何やったんだやべ来た来た来た、誰来てるぞ来てるぞ、もうあいつ中田来たの、来てる来てる、うそほんと早えな、やべえまだ物足りねえんじゃねえのかな、リスナー、あ来た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 、ちょっとあれは中田来た時用のやつ、あ来てんな来てんな、あれ今日は爆乳無差、違う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 、これじゃない、これそれじゃない、違うか違うか、あれやばいやばいやばい、どれだ、中学時代の同級生が大人になった姿を想像し、違う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 、おいないないない、今の最後まで聞きたいよ最後までそうだよ、来た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 、あのさヘリコプターのプロペラってさ早すぎてゆっくり見えるんだ入ってこい、たまに逆回転に見える時あるよね、うん、あるあれ、なんかああいう法則あんのかね、車のあれでもあるもん、ね、あるホイールとかでもね、あ、中田お疲れ、お疲れ様、何の話してたんですか、ヘリコプターの話、そうヘリコプターのさ、はい、ほらあのあれあるじゃん、ぐるぐる回るじゃん、はい、プロペラが、はい、後ろにも小さいプロペラあるじゃん、はい、縦の軸の、はい、あれないとフラフラしちゃうのってどうしてだろうねっていう、あーそうなんだ、うん、で操縦士って何を操縦してんだろうって、そんな難しい話してるんですか、意味わかんないべ、ライブ帰ってきて急にヘリコプターの話されても、うん、わかんないべ、あのでもちょっと聞いてたんです、あそうちょっと聞いてたけど、うん、なんかあの医学の話してたから、お前分かってんの、医学の言うのが医学の話って、いや医学の話ってめっちゃ連呼してたから、うん、なんか本当にそうなんだよ、うん、あそうなんだ、お疲れ、あありがとうございます、お疲れちゃん、お疲れちゃん、イエーイ、いかがでしたか、楽しかった、楽しかった、はい楽しかったです、ライブアイドルにライブの感想を聞いて楽しかった一番聞きたくね、これ前も言われたそうだよ、言っちゃった間違えた盛り上がった、やばい、もうやばい、今めっちゃテンション私高くないですか、あ高い、ね、いつもよりなんか高いじゃん、あどうしよう、すごい楽しかった、あそうなんか満足げだな、なんかめっちゃ楽しかった、なんでそんなそんなな、中田来てから急に薄くなったとか言われねえように、あなんだな、気持ち悪い、気持ち悪い、テンションが収まらない、中田さんすごかったもんね、ライブでも、いやもうまだ暑い私、うん、はい、めっちゃ熱いです、だって俺見た時もさ、うん、もうほぼほぼセンターでみたいな、まあ、そうなんです、今回16枚目シングルはその、うん、フロントに立たせていただいてるので結構いつもそのオリジナルの自分の位置がある曲も、うん、なんかセンターをやらせて、センターじゃない位置なのに本当はセンターで歌わせてもらったりとか結構今回してて、でもアンダーは実質中田が引っ張ってるから、いや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 、多分そうだね、違う違う、まあ、いやそれはないですけど、いやでもそれ自覚しないとダメよ、いやいや違う違う、私が今しっかりしないとっていう時期をね、しっかり自分で自覚するとしないとは違うから、そこはちょっとあるんですよ、違う、私がセンターなんだ引っ張っていくんだ、いやいやいや、センターランゼだから、ランゼがセンターだから一応本当に、いや正直ランゼ食ってたよ、食ってない食ってない、やめてください、物議を醸す食ってやんねえとお互い食い合いしねえと伸びていかないからね、いやいや言うて、なんか私これまた物議を醸すこと言うんですけど、うん、あの今回ランゼがセンターでそのサイドに中田とひなちまなんですけど、ひなちまの方が結構あれなんですよ、多分わかんないけど、うん、私的な見解では、うん、あの運営さんの推し度的にはひなちまの方が中田より上なんですよ、うん、同じあれだけど、そんなことないよあ物議かもさ、だって俺が見に行った時さ、はい、あのみんながセンターやるんでしょ、はいはいはい、あの兄弟曲が16曲あって、うん、オンダーメンバー16人いて、はい、1曲ずつみんながセンターやるってやつで、はい、誰が出てくるかわかんねえじゃん、はい、
って裸足でサマーのイントロでさ、裸足でサマーやってたよ、はい、やりましたセンター。でなんかスモークがもやーってかかって、うん、影が出てきて誰中田かなだブワーだと思うな、うん、本当ですか。あれやばかったよ。いやでも本当武道館で、うん、あのこう景色的にはその全体のライブと違って、うん、中田のタオル推しタオルとか、うん、めっちゃ多くて、うん、もうどこ見ても中田推しいてすっごい楽しかったです、うん、本当よかった。ただ満足、めっちゃ満足、楽しかった、うん、もう飽きてる飽きてるいいよいいですよ。もうあのなんだっけ、健康じゃなくてなんだっけ、なんだっけ、ヘルス違う、なんだっけ、何の話だっけ、ヘルスの話ね、うん、そうヘルス、はい、よかったですね、はい、ヘルスメール来てる、ヘルスメールも来てますね、はい、お何でしょう、まあ、ラジオネームチェコの大砲、はい、お二人のメディカルレベル鬼勝ち、本当にありがとうございます。ほら、いやありがとうありがとう、こっちもありがとうだよ、うん、医学の話だ、うん、ラジオネーム、はい、ザッキー、インスタグラムやツイッターで、はい、中学高校の同級生の夏の思い出に残した水着画像で、チコタマお世話になっています、うんうん、かなりおすすめです、うんうん、それは本当にそうです。それは本当にそうだね。なんか聞いたことある、このメール前もあった、こういうメール本当、うん、お前は本当医学に敏感だもんな、うん、医学 NG もあるぐらいだもんね。ちょっともう喋りすぎちゃうからマネージ事務所からね、うんうん、そう医学部なんかすごいなと思う。でも同級生ってなんであんなになんだろうね、うん、別にさ同級生じゃん言ったらさ、うん、今時そのネット開きゃもっとレベル高い子たちのさ、うん、誰かの同級生がいっぱい出てるわけじゃん、うん、トップだった同級生たちがいくらでもいるわけじゃん、うん、でも自分の同級生ってさ、うん、特別なものがあるよね。いつまでたってもやっぱり日常の多分生活を今までちゃんと見てきてるからこそなんだろうね、うん、決められたものだっていうのが頭の中にちゃんとあるからこそなんだろうね。それは好きだった人じゃなくてもですか。何って全然違えよ。なんで好きだった人とかじゃ好きになってなくてもですか。むしろクラスの中で下から、うん7番目ぐらいだな。ベストポジションは。それがセンターだよ。うわフロント。俺なりのフロント。へえ。そう、でもそうじゃない、うん、そう。そうだよ、うん。だってトップってさ、トップはちゃんとさ、うん、東京に集まってそれなりのさ、露出を見せてくれるわけじゃん。うん、トップって。ああ、そうね。うん。でもさ、下から7番目ってさ、うん、なかなか世に出てこないよ。うん、確かに。超レアケースだよ、そんなの。武道館から帰ってきてこのラジオなんかだんだん冷めてきましたねテンション落ちてきた。お帰りだよ、なんで挨拶だな、挨拶がてらの、お帰りだよ。なんかテンション落ちてきちゃったいやいやいや、マジでどうだったんよ中田さん。いやでも本当にだから楽しかったしか出てこない。なんかなかったの。なんかあのその7日しか来てないじゃないですか、うん、途中で帰っちゃったしな俺。そうなんですよ、9日に今日ですね、うん、今日乃木団復活したんですよ。あの乃木団、あの乃木団、あの私たちがバンドやってるんですけどあの乃木団って何、あのベースとかやってるやつ。そう、私ベース弾かせてもらってるんですけど、あの乃木団っていうのはもともと岸団さんの、うん、あのイベントに出させてもらうときに、うん、そのあの、まあ、復活したのね。そうなんですよ、あの、うん、結成させていただいた乃木団が復活したで、しかもそれが何、しかも違うんですよ、今までは結構乃木坂のライブで弾くときもあの私たちだけでやってたんですけど、うん、今回は、うん、あのノリランの演奏に合わせてメンバーがダンスをしたんですよ、うんうん、おめでとう、コラボだじゃん、多いじゃん。あ、どうした、衣装のインナー着てきちゃった。あらおっちょこちょいだね。今思い出した、かわいい、ね、やめろやめろ、脱ぐなこんなおっちょこちょいなことないよね。あら衣装さん困っちゃう。あ、困っちゃうね、うん、連絡してもらわないと。メールは来てるな、もしかも塗りかけてるやつだ。 まだそこで続ける。あ、ごめんなさい、どうしようどうしようごめんなさい、どうぞどうぞ。衣装のインナー着てくるってあんの、そんなこと。あ、今来ちゃった、来ちゃってた。あ、何ですか、メール来てますか。すいません、今テンションが高くてごめんなさい。ラジオネームガルネレ、はい、ヤコさん、さっき言ってたご意見も確かに将来の国のことを考えれば一理あるかもしれません。でも今泣いている人たちはどうしたらいいんですか。僕はどうしたら、うん、だからまあ一意見として俺はね、うん、あのお話をさせてもらったけど、それでやっぱここで見つけないと意味ない、うんうん、そうね、うんうん、さっき聞いてたんでしょ。
あと途中からしか聞いてなかったんですけど、国の話もしてるから、そう国の話もしてるんですよ、ラジオなんだから聞けなかった、うん、どこから聞いてたの、どの辺から聞いてたの、多分10分前、あ、10分9分か8分、一番熱いとこだね、うん、よかったな、まあ、聞いてました、うん、はい、ラジオネーム三平、中田さんお疲れ様でした、ありがとうございます、こういうのでしょ、そう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 、生まれて初めて乃木坂のライブを見に行こうと思っていたのですが、間違って矢沢永吉コンサートツアー2016のチケットを買ってしまったので、ね、今回は残念しました、やってたんですか今日、次回は全裸で参戦しますね、うん、やめて、全裸は違うです、違いますよそれは、あれさ、はい、FNS 歌謡祭だっけ、なんだっけ、長渕さんの、はいはいはい、まだ見てないんです俺、撮って乾杯、おね、うん、FNS 歌謡祭だっけ、はい、FNS 乾杯じゃ、中渕剛さんで乾杯ですって振られて、ジェン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 入るじゃん、うん、で片絵絆に思いを寄せてまで7、8分かかって、もうセリフが長ゼリフずっと続くの、こう日本だマスコミ、あれちょっと聞いてほしいな、何あるやつね、ちょっとこうこうやったら、そっからキューン切り替わって、片絵絆に繋がっていくの、で全然ね、そこの歌詞と何のつながりもないのよ、そういうのたまにあるよね、ね、長渕さんってそこの感じ、聞いてほしいわ、かっこいい、しびれたもん、マジでしびれる、まだ聞いてないでしょ、で中田さんだったらどういう気持ちなんだろうな、武道館終わって帰ってきてさ、うん、すげえどしもネタやってるラジオに帰ってくるってどういう気持ちなんだろうな、うん、やべえだろ多分、やべえ、意味わかんねえべ、もうついていけなくて、今なんか長渕さんの話も全部下ネタかと思って、なんで長渕さん違うやつ、今のは違うよ、違うのか、あ、ラジオネームミルコブラトップ、はい、待機児童問題、2歳の子供を持つ親として私も心配しています、うん、はい、酒井さんが立ち上げた団体チルドレン・オブ・ジャスティスの運動が全国に広がっていくことを期待しております、さっきお話ねありましたけど、そんなのよ、そんな話してたんですか、チルドレン・オブ・ジャスティス、うん、冒頭にねちょっとお話しさせていただいたんで、そうレインボーカラーのリボンをねお配りして、そう、そう車のステッカーなんかを今作ってるところなんで、レインボーカラー、そうだよ、これからその高齢化社会なんて言われていく中でね、もちろんその高齢者に対するケアだったり、うん、保障の部分と、うん、あとはその子供たちへの、うん、そういったものね、待機児童問題なんかも、うちも子供は小さいから一言じゃないですからね、うん、あれ頭がついていかない、やばい、うん、やばい、何の話したい、逆にじゃあ今、マジで、もういいや、どうぞ、はい、え、あのお任せします、もう私は、でもだってさっきもメールで来てたけど、なんかの雑誌のインタビューでこのラジオがめちゃくちゃ楽しくて、そうなんですよ、本当金曜日が、うん、本当に、ま、私でも全然全然私でも本当に本当本当は好きなんだ、めっちゃ好き、めっちゃ好き、超好きこのラジオが超好き酒飲んでるどう武道館ハイになってんだな、ちょっとハイになっちゃってて、それはなかなか経験できないからな、そう、ね、そうなんですよね、もう武道館ハイだから、武道館で歌って次の瞬間にアルコ&ピースと喋るあ、武道館歌手ですよ、歌手ですよ、歌手ですよ、大江戸線より深く潜ってきてるからね今ね、そうですよラジオネームラリンカのあっちゃん、はい、ベース担当の中田香奈がポール・マッカートニーに見えてしまうぐらいバイブスやばかったです、え、来てたんですか、来てたんじゃない、だってさっきもだって結構最初の方にもうメール送ってませんでした、ラリンカのあっちゃん、え、こいつ嘘、さっき読まれてたよ、もう本当に7日は、7日やってないよね、7日やってないです、7日やってなかったね、嘘つき嘘つき、絶対嘘、ネタメールだ、うわっ、そうなんだうまくいったんでしょ、でもベースもさ、まあまあまあちょっとちょっと私武道館でベースやるってすごいな、普通に考えたら、しかもソロあったんですよ、それぞれめめめめめとかの、あでもあのなんか全然かっこいいのできないんで、うん、超簡単にしてもらったんですけど、へえ、いいな、チェックとかやっぱするんでしょ、ベースのチェックとかで、あそうですね、だからみんなより1時間ぐらい早く入って練習してました、何じりな武道館ライブって、今日全然でした、今日はあの2日目なのでそんな早くなかった、今日何時ぐらい、スタッフさんがまず最初に調節して、あでもそうです、ある程度やって、はい、じゃあ中田さんお願いしますって言ってちょっと、はい、聞いて、だからもう本当ベースのためだけにこう何回、うん、こうあの線あのケーブルを解釈する人とか、うんうんうん、ああ「せーせー」とかにして「はっはっはっそれペッ
パーとかでしょ。あ、それはあのワンツーみたいな。ワンツー。あ、それはあのそれは文京さんね。あのってのことはだってベースチェックしてさ、ドゥイーンってやっていい、と返しをちょい上げてください。やんの？やります。マジ？ちょっとこれあのドラムもちょい聞こえると嬉しいですとかやります。ドラム誰だっけ？アスカ。アスカちょっと嫌な顔する。そういうの。なんで？あ、違う。いや、アスカは別に何も変わらないので、そのあんな私のこと言うの？え、違う。返しの話なので、音声さん。アスカは何も変わらない。じゃあアスカに対しての文句とかじゃないんです。花が言うんだ。違う。聞いたみたいな。なんない。ちーちゃん聞いたアスカしかもいい人本当。アスカいい子だからそういうこと言わない本当に。なんで花が先導してんの？やりたくしてもらおうよ。違う。ね、今野さんもやだ、やりたくない。違う。ごめん。俺の方でまとめるから。やめて。一回やろう。今しのこの言ってもしょうがないから。もう。中田も悪気ないと思うよ。大変、ケアが大変。もう次行きましょう。曲行きましょう。曲。曲。証言に行くか、証言さんから。CD もらったから。そう、直接もらってるから。証言さんで自己紹介。円組知らないのはちょっと勉強不足かもしれない。でもあのこれに関してなんとなく察しがついてるもんね。え、なんか違うんですよ。あの絶対いかがわしいものだっていうの分かってるんで、そんな知りたくないんですよ。知りたいと思ってないです。いいんじゃね、いかがわしくいこうよ。アルコ&ピースの酒井健太と平子祐希と乃木坂46の中田かなでお送りしている沈黙の金曜日。アルコ&ピースの酒井健太と平子祐希と乃木坂46の中田花奈でお送りしている沈黙の金曜日。いや、揃いましたね。イエーイ。ようやく来てくれましたけれども、どうしようかな。ラジオネームスタンドマイピー。はい。てか外すごいな。外のもしかしてあのライブ帰りですか。一緒だ。駆けつけてくださったんですね。中田翔のタオルで。じゃあ中田花奈。ひで。じゃあかな。かなですよ。結構女の子のファンって多いんだよね。中田かなちゃんの。あ、でもまあすごい可愛い子がいっぱい来てくれて、ね、ありがとう。結構地方から来た人もいるって確かメールも来てました。あ、そうかもしれないね。初めて来る。確かに、まあ、ライブに来るからたまたま金曜日だからこれもね流れる、うん、ありがとうございます。そうか、ハワイアンブルーとかね、ラジオネームハワイアンブルーとか、こいつも熊本から参戦したっつって。ありがとうございます。すごいよ。さあスタンドマイティーね、はい、今日のアンダーライブ参戦してきました、はい、おお、ありがとうございます。全員センター企画、乃木団などなど、とても魅力的なライブでした、はい、中田さんのダンスのキレに翻弄され、はい、自分が今まで参戦した乃木坂のライブの中で一番素晴らしいライブだったと思います。本当にありがとうございました。それと、はい、ロマイカの時の中田とコトコの熱量のさパネえ、なんいいんですよ。そこすごい見せどころだったんですよ。あの、うん、ロマンティックイカ焼きって曲が、うん、あの2人でペアになって踊る曲に、イカみたいな三角にするんですね。そうなんですよ、うん、あれで私佐々木ことことペアで、めちゃくちゃ仲いいんじゃないの。そうなんですよ。ことこ結構私は可愛がってるので仲いいというか、まあ、一方的なんですけど、うん、なんであのすごいテンション上げてやったんですけど、うんうん、なんかあのカメラ、ライブチームのカメラって結構いろんなところにあるんですけど、うんうん、まああの全部のペアをカメラで撮れるわけじゃないと思うんですけど、一、うんうん、つのカメラがずっと私たちのペアを追ってたんですよ、うんうん、だからそれぐらい注目度の高いペアだったんだと思います、うん、中田とことこペアは、はい、まあなんかそのいじられたりする仲なんでしょ。だって中田さんが冷たくあしらわれるみたいな、まあ、そうですね、ことこは、うん、そうですね、ラジオネーム最強の助っ人マイティ、はい、中田かなが来るの早すぎて沈黙の金曜日のツイッターが、はい、中田かなの漢字間違えてるじゃねえか。ああ、なんかナッパの名になっちゃってるのかな。あ、でもそうなんですね。よくそれは、うん、いや間違われちゃうんですけど、うん、別にもうなんもう今はいだから全然オッケーオッケー。間違えてもオッケー。オッケー。ちょっと遅れてもよかったんじゃない。え、なんで早く来たのに高速で早くタクシーで高速使って早く来たのに、ちょっとでも油断したからここまで高速使ったの。そうなんですよ。ちょっとでも早くって言って高速使ってきたのに、そんなこと言うんですね。油断したからここまでって一瞬だぜ多分。うーん、ですか。代々木なんか、はあ、
贅沢ですな。それぐらい早く行きたかったんです。あ、そうです、はい、大好きなんですね。うん、大好きなんです。注目の金曜日がラジオネーム今頭痛が痛い、はい、中田さん、このラジオのどこが好きなんですか、教えてください。楽しいところです。あれ楽しいところです。例えばなんか、あの面白いお話が。おかしいな。あれ、いや天下の狸、はい、武道館参加してきましたが、中田さんのベースやばかったです。何曲かのうちで一番心に響いたのは、はい、大空と大地の中でした。ね、マジ感動。何すごいね。どちら様の曲？え？千春と果てしない大空と広い大地のその中で。知らねえ、知らない。何今の、すごい今のやってねえんだ。ああ、やってないなんでやんねえ。ほら、嘘ばっか。みんなどうしよう。テーマ、中田さんベースのこと教えて。え、テーマベースのこと、ベースのこと私聞かないでください。私全然できないから。武道館ベーシストですよ。だってすごい、いつもだからゲストさんの本物のベーシストさんがいるときにいつも中田ベースやってんじゃんみたいなやつめっちゃ嫌だ。ベースやってるしさ、ラップだけやってるしさ、やばっ、ミクスチャーやん。そうだよ。いやだからできないって、どれも中途半端なんだってば。できないんです。今の気持ちでもバイブス高まってるからフリースタイルできるんじゃないの、なんかもう藤原竜也じゃん。なんでだよ。でも本当それぐらい今危機迫ってます。あ、そう、うん、あ、すごい方から来ましたね。斉藤飛鳥です。あら、飛鳥にゃー、来ました。カナが口出ししてきた時、血が出るくらい拳をギュッと握りしめました。ねえねえ、違うドラムスティックで縛いてやろうかとも思いました。でも我慢しました。また一つ大人になりました。うん、ねえ、嘘つけ、ね、なんでカナってこう一、あのこの何、あのリアリティ出してんのカナって呼んでる感じを。カナって呼ぶんだ。カナって呼ばれてる。これだから本当めっちゃリアリティで、違うよ。お互いプロだからこそね、納得いく部分と いかない部分っていうのはお互いにあるだろうからね。確かにそんな言わないでの、尊敬してるし、尊敬してる。うん、いろん、あのなんかいろんな意味で、もうドラムそのリランとしてもそうだし。うん、ラジオネーム、なにわのロッキー、ベーシストのペロペロさんに質問です、はい、ベースでグルーヴを出すにはどうすればいいですか。ベーシストでまず誰を尊敬してんの。あれ、海舟だ。ふい。誰尊敬してんの、ベーシスト。ちょっとあんま詳しくないんですよ。でもやっぱりそのほらやってらっしゃる方のちょっと参考にしようとか、ちょっとやっぱり流れてるって注目しちゃうとかあるでしょ。いやちょっとわかんないです、そんな詳しくない。あ、そうなの、なんで始めたの。じゃあどうした、誰を見て始めたの。例えばこのバンドのバンドだとやっぱりベースが耳に残るなとか、そういうバンドもいる。まあえ、なんどうしたの、どうしたの。いや、ないわかんない。マジでさ、でも何歳から始めたの。いや本当、でもちゃんとやり始めたの、この仕事でしか持ってはいたんですけど、中2の時に中3の方の、あの中3の方を送る会みたいなやつでちょっとやっただけで持ってたんですよ、ベースを。あ、誰かに憧れてベース買おうじゃないの。違います。なんか、あのみんな何やりたいって言ったら、あ、じゃあ余ったベースでみたいなやつ。あ、そう、そんなベースの買い方ある、すげえな。で買って、でもその1回きりで別にやるわけでもなく、そしたらなんかここで役に立ったというか。へえ、すげえな。ラジオネームパピプペポーノスケ、はい、パイシューさんこんばんは。今日のかなちゃんの出来を教えてください。かなちゃんは今日すごい頑張ってた。あれ、どんなんだっけ。忘れちゃった、1週間前。もうちょっとなんかアニメっぽかったけどな、確か。うん、今日テンション上がってるかもしれないけど、語彙力が小学生みたいな。やばい、今日本当どうしたら収まりますかね。
ここから切り替えます。アイドル感がやっぱ強いからね。そうね、元気楽しい、うん、っていう感が強すぎてやばい、今日超つまんないって言われそう一個も面白くなかった、中田来てから。いやいやいや、そんなことない、うん、アイドル感がすごく強い。中田さんがみんな聞きたい話、今ならクレヨンしんちゃんのモノマネもできそうな勢いじゃないですか。うん、あ今できほらしんのすけ、何でもやってくれんな、何でもやるといいな、俺もうなんか回り回ってアイドルのクレヨンしんちゃん好きになった。あそうね、うん、全員やってるからな多分、うん、これラジオネーム天下のたぬき。中田さん、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。時期的に冬のボーナスですが、うん、中田さんどうでしたか。いや、わかんない、いついつ入るんだろう。まあ、世間的にもね。そうですね、もうすぐ、ね、もうすぐ、まだ明日かもしれない、もしかしたら、明日でも土日かもらってないかも。じゃ月曜日来るかわかんない、なかったらどうしよう、ボーナス。いや、あるよ、全然あるかないでしょ、あるといいな。制度としてあるなら、俺らはね、そのボーナスっていう制度がないから、うん、うん、そうね。でもこうして皆さんの前でなんかね、こうやってやっぱりおしゃべりさせていただく機会っていうのがあるから、うん、もう毎日ね、そうそうそう、笑顔のボーナスみたいなのをいただいてるっていうのをやらせてもらって、そういう意味のボーナスをもらってるよ、うん、毎回毎回すごい。そんなことで考えたらめちゃくちゃ恵まれてるよ、もうもらいすぎてる、うん、そんなこと言ったら俺ら本当そうよ。いいな、それプラス入ってくるわけね、かしゃとんでもねえんだ、だって前言ってたもんね、前は春だ夏だっけ、夏だっけか、カッシャン入ってきたっつって。あ、でも正直あんまちょっとちゃんと見てない、自分で管理できてなくて、うん、だからカード止まんじゃねえの、管理してないから。そうじゃない、そうです、そうじゃないの、そうです、管理しなさい、ちゃんとその辺、はい、気をつけます。あ、ラジオネームチロリズム、はい、M1 決勝について詳しく教えてください。中田票よ。M1 だから言ったじゃないですか。私全然見ないって。全然興味ない。見なかった。マジで、あ、でもあの銀シャリってのは知ってる。銀シャリさん、銀シャリさん、すいません。失礼しました。それ全く見てない。ちょっと、で銀シャリは知ってた？あの、でもあの前の M1 は見たことあるんですよ。昔までは。なんか。銀シャリの優勝についてはどうも意外なのか、まあそう来るだろうな。あ、でもずっとあれですよね、決勝とかまで結構行ってたんですよね、いつも、うん、だからあの良かったなって、こうやっぱずっとこうギリギリまで来てもこうもどかしい気持ちになっていたでしょう、うん、多分さまざまなラジオで M1 が語られてると思うけども、地獄の薄さだよ、ね、だって見てないんだもん。見てねえんだ。見てないんですよ。あ、そう、はい、見る気もなかった特に。わかんないです。でもなんかもしテレビ欄とか見てあったら録画しようぐらいには話題になったので、録画しようぐらいには思ったかもしれないんですけど、うん、テレビ欄すら見てなかったから、いつやってたのかも知らない。悲しいかな。でもこれはもう世間の一般的な声であるかもしれないからね。うん、そうね。芸人側がこの熱を持って騒いでるほど、一般はね、そこまで M1、あ、M1 って何ですかっていう人もいるぐらいだからね。そうだね。そうなんだよ。かなちゃんが言ったのは正しいかもしれない。うん、で、やっぱり関東よりも関西の方が視聴率全然いいしね。そうね。ほんと全然違うらしいですね、あれね。全く違うって。どうしたの？すいません、なんか。いや、そんな悪くないの。すいません、それでいいのよ、うん、ガチで総評語られてもだし、それで OK だから、ね、OK なやつだから。俺らがアイドルの総評ガチで語ってもだろ。それ、なるほど。ラジオのカンパチ太郎、僕が中田さんの出番で感動したのはランナーです。だからあれはバイブスかかりました。何何何、あの走る走るって走る走る、違う違う、やってないやってないです。うわ、いいな。それ小学校の時のマラソンの曲だった。朝のマラソンの曲だった、いつも小1の時からそれ流れてた。確かに、でも走る系統の歌だったら、はい、ランナーか長渕剛のランだもんね。ああ、そうだね。賽銭箱に100円玉投げたらのラン。それはない。俺小学校の先生だったらラン流すな。釣り銭出てくる人生がいいと。いいね。そっちもいいな。ランララランランランだね。いいね。ああ、いいね。運動会とかに流してほしいじゃない。小学校の。女性の方がいっぱい来ましたけど。うん、さあ、この後今夜のゲストディッシュの登場です。はい。さあ、生放送でお送りしている沈黙の金曜日、この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜のゲストはこの方々です。こんばんは、ディッシュです。よろしくお願いします。若い、元気すごい。
お願いします。お願いします。すごいですよ、ファンの方々も。ありがとうございます。